皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。この動画ではアクアポニクスをこれから始めたい方に向けてアクアポニクスの基礎知識について紹介していきます。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらコメントしてください。今回の動画ではこの流れに沿って説明していきます。まずはじめにアクアポニクスとは何か、続いてアクアポニクスの仕組みについて、最後にアクアポニクスを始める前に知っておきたいことです。それでははじめにアクアポニクスとは何か説明していきます。アクアポニクスとは魚の養殖と野菜の水耕栽培を組み合わせた生産技術です。魚から天然の肥料を野菜に提供し、野菜は魚の水を浄化するため水をリサイクルしながら魚と野菜を一緒に育てることができます。簡単に言うと魚に餌を与えることで野菜を育てられるということです。この左の写真は実際のアクアポニクス農場です。海外ではすでにアクアポニクスを利用した農場が数多くあり、魚で育てられた野菜がスーパーで販売されています。右の写真は千葉県のレストランに設置されている小型のアクアポニクスです。このように室内でも魚を眺めながら野菜を育てることができます。アクアリウムとプランターを一緒にしたようなイメージですね。アクアポニクスは仕組みさえ理解すれば大きさや形を自由に作ることができます。この写真はアクアポニクスで育てた食材を利用して作った料理です。野菜だけでなく魚も収穫し、こうして食べることができます。それではアクアポニクスにはどういったメリットがあるか紹介していきます。これはアクアポニクスの代表的な利点をまとめたものです。左上から順に説明していきます。1つ目に、アクアポニクスはオーガニックの農法です。アクアポニクスは化学肥料に頼らず野菜を育てることができます。また魚に有害な農薬は使用できないため、必然的に有機野菜、オーガニックの野菜を育てることができます。アメリカのアクアポニクス農場はオーガニック認証を取得している農家がいくつもあります。2つ目に、アクアポニクスは環境に優しい農法です。閉鎖循環型のアクアポニクスでは水を外に排出せず、農薬も使用しないため周辺環境への負荷は小さく、環境に優しい農業と言えます。3つ目に、アクアポニクスでは土を使用しません。そのため耕作放棄地や荒廃した土地でも野菜の栽培が可能です。また土壌由来の伝染病も野菜に感染しにくくなります。4つ目に、アクアポニクスはフードマイレージの削減にも貢献できます。アクアポニクスは限られたスペースや屋内での生産活動もできるため、消費地に近い場所で農場を作ることができます。地域で野菜を消費することができればフードマイレージの削減にも貢献できますね。5つ目に、アクアポニクスは節水の農法です。アクアポニクスは水を利用しますが、水をリサイクルし続けますので消費量は非常に少ないと言われています。6つ目に、アクアポニクスは野菜だけでなく、先ほども紹介したように魚を収穫して食べることができます。野菜とともに動物性タンパク質を一緒に生産できる画期的な仕組みと言えます。7つ目に、屋内外問わず大きさ形を自由にデザインできるため設置場所を問いません。最後に、アクアポニクスは作業する人に合わせて栽培設備を作ることができます。日々のメンテナンスは収穫や野菜の植え付け、餌やりと週に1回程度の水質検査だけです。水やりの必要もありません。単純な作業も多く、作業をマニュアル化しやすいのも特徴です。ではここからはアクアポニクスの仕組みについて解説していきます。アクアポニクスの仕組みは非常にシンプルです。アクアポニクスはまず魚が餌を食べて排泄物を出します。
次に魚の排泄物を餌とするバクテリアがそれを分解し野菜の栄養に変えます。そしてその栄養を野菜が吸収し成長します。野菜が栄養を吸収することで水が浄化され、魚の水槽に水を戻すことができ、水がリサイクルされます。アクアポニクスではこの循環を延々と続けていきます。この図は消化サイクルと呼ばれる自然界の窒素の循環を図にしたものです。窒素の循環を見ていくと、土の中でも水の中でも先ほど説明したアクアポニクスの仕組みと似たようなことが行われています。そう、アクアポニクスは自然界の仕組みを利用した技術なんです。そのため特別なバクテリアや資材を使う必要はありません。これでアクアポニクスの仕組みの説明は終わりです。ではここからはアクアポニクスを始める前に知っておきたいことを説明していきます。まずアクアポニクスを始める前に次の6点について知っておきましょう。第1に設置する場所を決めましょう。2つ目に魚と野菜、バクテリアの相性を理解しましょう。3つ目に野菜は何をどれくらい育てるか決めましょう。4つ目にどんな魚を飼育するか決めましょう。5つ目に栽培方法はどうするか決めましょう。最後に魚と野菜のバランスを決めます。それでは一つ一つ確認していきましょう。まずはじめに設置する場所を決めましょう。アクアポニクスを設置するためには次の4つの要素が大切になってきます。1つ目が電気、2つ目に平らな床、3つ目に太陽、4つ目に水です。まずアクアポニクスはポンプを動かすために電気が必要になります。アクアポニクスを設置する場所に電源があるか確認しましょう。もし電源がない場合にはソーラーパネルを使って発電することでアクアポニクスを動かすことができます。次にアクアポニクスは平らな床に設置しましょう。地面が傾いていたり水平が取れていない場所では水が溢れてしまったり野菜がうまく育てられないことがあります。できるだけ水平が取れている場所にアクアポニクスを設置しましょう。続いて日の光がよく当たる場所に設置をしましょう。植物が育つためには太陽の光が必要です。もし室内にアクアポニクスを設置したい場合には日の当たりのいい場所に置きましょう。日当たりが悪い場合には LED ライトを使って光を補ってあげるようにしましょう。最後に水です。アクアポニクスは水の消費量が少ないとは言っても、はじめに水槽に水を張るためにはたくさんの水が必要です。またアクアポニクスを運用していると水が蒸発したり植物が吸収するため徐々に水が減っていきます。そのため定期的な水の補充が必要です。水源が遠いと水の運搬が非常に大変で苦労することが多いです。なるべくアクアポニクスは水が近いところに設置をしましょう。もし水が手に入りにくいところにアクアポニクスを設置したい場合には雨水を集めてそれを利用することもできます。では次に魚、野菜、バクテリアの相性を理解しましょう。野菜の種類によっては暖かい気候を好む野菜や涼しい気候を好む野菜があります。一方魚でも同じように暖かい水に住む魚や冷たい水に住む魚がいます。アクアポニクスで重要な微生物の種類にアンモニアを分解する消化細菌という微生物群があります。この消化細菌は20度から30度ぐらいの温度で活発に活動することになります。アクアポニクスでは野菜、魚、微生物、この3者が活動しやすい温度帯を維持するとうまくいきやすいです。初心者の方は水温を20度から30度の間で管理するようにしましょう。では次に野菜を何をどれくらい育てるか決めましょう。これはアクアポニクスの大きさを決めるために非常に重要なポイントです。アクアポニクスでは基本的にどのような野菜でも育てることができます。ただし栽培方法によっては育てる野菜の向き不向きがあります。また野菜は種類によって育ち方や大きさがバラバラです。
例えば狭いところに大きな葉を広げる植物を密植してしまうとうまく育たないことがあります。なのでアクアポニクスを始める前にどんな野菜をどれぐらい育てたいか量を決めるようにしましょう。続いてどんな魚を飼育するか決めていきましょう。先ほども説明しましたが、魚には温かい水を好む魚や冷たい水を好む魚がいます。例えばニジマスは最適な水温が14度か16度と言われます。一方で温かい水を好むティラピアは27度から30度くらいが適温と言われます。魚と野菜とバクテリアの相性の時にも説明をしましたが、初心者の方は水温を20度から30度の間で管理するとアクアポニクスはうまくいきやすいです。ここで言うと金魚もしくはティラピアを利用することがアクアポニクスがうまくいく秘訣でもあります。もちろんこれ以外の魚でも育てられます。その魚の最適な水温を確認してアクアポニクスで育てていきましょう。それでは続いて栽培システムの種類について学んでいきましょう。アクアポニクスの野菜の栽培方法は代表的なものが3つあります。1つ目がメディアベッド、2つ目が DWC、 3つ目に NFT です。ではまずメディアベッドから説明をしていきます。メディアベッドは土の代わりにハイドロボールや溶岩礫といった培地メディアを利用してそこに野菜を植えます。これらは小型のアクアポニクスで利用されることが多く、培地は野菜を支える役目に加えて魚の糞をろ過する役目と糞を分解するバクテリアを増やす役目があります。この後紹介する2つの栽培方法と違い、アクアポニクスシステムにフィルターを設置する必要がありません。そのため栽培システムが非常にシンプルになりやすいです。こういったわけで小型のアクアポニクスにメディアベッドの栽培方法はよく利用されます。続いて DWC です。 DWC はディープウォーターカルチャーの略です。 DWC は水を張った栽培槽に発泡スチロールなどのいかだを浮かべてそこに野菜を植えます。作りやすく材料も安いもので作ることができるため大型化しやすいです。DWC は構造がシンプルで作りやすく、材料も安いもので作れるので大型化がしやすいです。そのため多くの農場でこの栽培方法が採用されています。DWC はメディアベッドや NFT と比べて使用する水の量が非常に多いため、温度管理に多くのエネルギーを使います。一方で水が多いことによって水質が安定しやすいというメリットもあります。3つ目は NFT です。 NFT はニュートリエントフィルムテクニックの略です。薄く張った水に根が触れるように野菜を植えて育てる方法です。 DWC に比べ根のほとんどが空気に触れているため植物が成長しやすく、また水の使用量が少ない栽培方法です。 NFT は水が常に流れるように栽培設備を作ります。そのためゴミが詰まったり電気が止まってしまってポンプが止まると野菜が枯れてしまうことがあります。しかし栽培槽が軽量であるため降雪化しやすく、人が作業しやすい栽培環境を作ることができます。ここまでが栽培システムの種類についての解説でした。では最後に魚と野菜のバランスを決めていきましょう。魚と野菜のバランスはアクアポニクスでは非常に大事なポイントです。アクアポニクスは魚と野菜、バクテリアのバランスで成り立っています。このバランスがうまく成り立たないとトラブルの原因になり、アクアポニクスがうまくいかないことにつながります。アクアポニクスを計画する段階では飼料比率というものでバランスを考えていきます。例えばレタスなどの葉物野菜を育てる場合には1平方メートルあたり1日に20から50グラムの餌を与えられるようなバランスで設計していきます。トマトなど実をつける野菜の場合には50グラムから80グラムの餌を毎日与えられるように設計します。つまり1平方メートルの面積で葉物野菜を育てるためには毎日20から50グラムの餌を食べる魚が必要ということです。
実をつける野菜では50から80グラムの餌を食べる魚が必要となります。魚が1日に食べる餌の量は体重の 1% から 2% と言われます。つまり 20グラムの餌を食べる魚が必要な場合には体重の 1% を与えるとすると約2キロの魚が必要と計算することができます。しかしこの数字は魚の生育段階によって変わるため一概には言えません。参考程度に覚えておいてください。ここでいう飼料比率はあくまでもアクアポニックスを計画する段階でのものです。実際の運用では運用の状況によって魚の数が少なかったり野菜の量が多かったり少なかったりします。運用の状況を水質を検査をして様子を見ながら餌の量をコントロールする必要がありますのでご注意ください。飼料比率について解説しましたが家庭などで利用する小さなアクアポニックスなら飼料比率はあまり気にしなくても大丈夫です。魚の水槽と同じ大きさの栽培槽を用意すればうまくいきやすいです。ご自宅のアクアポニックスを作る際には水槽と栽培槽を1対1のバランスで計画するとうまくいきやすいでしょう。これでアクアポニックスの基礎知識に関する解説は終わりです。いかがでしたか？今回の動画に関する質問や動画のリクエストはぜひコメント欄にご記入ください。今回の動画が参考になった場合にはいいねをよろしくお願いします。今後もこのチャンネルではアクアポニックスに関する情報やアクアポニックスを制作する動画を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。